去年の秋にもう今年のここの開幕戦は頼むぞということを言ってますんで、信頼してもらえることってこれほど嬉しいことはないんで、野球人として。余裕だよ、私だろうな。もう不甲斐ない姿は見せられないという強い気持ちになりました。キャプテンですね。新聞でしか言わなくて、昨日も言わせたんだけど、しっかりあの、ね、あのリーダーとしてみんな頼って、何かあれば言えばいいし、ね、なってなかったら大野に叱られることもあるかもしれないけど、やっぱりチームがそうやってなっていかないですね。強くならないし、締まっていかないで、ね、きちっとやってください。はい、以上です。じゃあストレッチ。はい。はいはいはい。開幕投手を、まあ、いつ発表しようかと思っていたんですけども、自分の中ではもう大野雄大と、まあ、一昨年非常に良かったんですけども、まあ、その時のようなピッチングを取り戻してもらいたいと、まあ、そういう思いはあります。開幕投手でキャプテンになって、まあやらなあかんなと、うん、なんかね、もう一回大野雄大しっかりね、投げまくらなあかんなというふうな気持ちになりましたしね、まあ、そのためにオフの過ごし方っていうのはすごく大事になってましたし、はい、キャンプ中もね、本当に一つ一つの言動行動を注意しながらといいますか、すごく意識しながら、その開幕とキャプテンということを意識しながら過ごしてました。大変ですけど、うん、自覚と覚悟を持ってやってます。今まで、まあ、3回開幕投手してますけど、初めての、はい、伝え方といいますか、でしたし、まあ嬉しかったですね、本当に。11月の話なんですけど、まあ、長男というか、まあ、第3子が生まれて、その時に監督から出産祝いをいただいて、そのものをあげた時に開幕任せたという紙も一緒に入っていて、びっくりしたんですけどね、まさかそういう形で取らなかったんで、その後すぐに電話して、監督のお祝いありがとうございます、であと中の紙見たんですけど、そういうことでよろしいんでしょうかって言ったら、うん、そうや、頑張ってくれっていうことで、はい、だったんで。そういう形だったんですね。はい、直筆というか。そうですね。おしゃれですね。
ございます。ありがとうございます。相手がジャイアンツで開幕戦というところで、位置づけ、シーズンの中での位置づけってどういうものになると思う？いや、まあ1年目の、ね、監督ですし、やっぱ初めのスタート非常に大事にしたいですし、まあ、とにかく明日は、ね、大野が投げるんですけども、もう早い段階、去年の秋にもう今年のここの開幕戦は頼むぞということを言ってますんで、まあ、大野本人も相当それから緊張を持って今日まで過ごしてきてると思うので、明日まず1試合なんですけども、何が何でも勝たせてやりたいですね。勝ちをつけてやりたいというのがもうそれだけの思いです。おはようございます。雄大、秋からもう、ね、開幕投手ということでずっとここまで緊張感を持って、ね、頑張って作ってるから、なんとか野手今日雄大が果たしてやろうな。 OK、 はい、はい、どういう気持ちで聞かれてました？いやー、ほんまにありがたいことですし、何としてでもね、どんな手使ってでも勝たなあかんと思ってたんで、そんだけね、やっぱ信頼してもらえることってこれほど嬉しいことはないんで、野球人として。次の日、会話交わされてるようなシーンもありましたけど、監督は何かかけられたことがあったり？まあ、優しい言葉ですよね。まあ、力んどったなと、ええ球もいっとったしみたいな感じで言っていただいたんですけど、まあ、その優しい言葉がまた申し訳ないっていう気持ちをね、さらに増したんですけど、もう不甲斐ない姿は見せられないという強い気持ちになりました。終わったことは仕方ないと切り替えるのも難しいんですけど、そう思って今日は挑みましたし、まあシーズン長いですしね、25、6、7先発ぐらいするんで、まあ自分が投げる試合はやっぱりチームが勝ってほしいですね。本当に監督も落合ヘッドも、まあ大塚さんもだと思うんですけど、長いイニングを、信頼して任せてくれるんですよね。それって本当に嬉しいことですし、まあこれは本当に意気に感じて、まあ100球で交代なんて、思ってたらあかんと思いますし、120球、130球、もう140球で完投せなあかんと思って、はい、これからもマウンドに立ちたいと思います。本当に監督含め首脳陣の方にすごく信頼していただいてるんで、まあ、それを本当裏切らないように今年はもう働きまくります。はい。